にちは。こんにちは。はい、ラグビーのベンチャンネルです。イエーイ。元気にいきましょう。世界のラグビー用品、こちらはご紹介しているチャンネルです。毎日更新前でよろしければチャンネル登録お願いします。はい、というわけで今日ご紹介するのはこちらでございますよ。オールバックス2425のスウェットのロングパンツ、はい、ご紹介でございますけれども、はい、もうね、俺さっき言ったでしょ、履いた瞬間、うん、いい、うん、これはいいよ。久しぶりに、だってもうシルエットが、うん、なんていうの、キュッとしてるんですよ、うん、ほらなんていうの、足あ、はいはいはい、ここに下がってキュッとこう、はい、なんか今風じゃん、この、はい、ね、キュッとしてるんです、はい、の割に全然これ気持ちよくてですよ、うん、で肌触りが非常によろしいんですよ、うんうん、なんかね、肝にな、そうそう、細かい肝ですよ、うん、で気持ちいい、本当にいい、これ本当にいい。そしてポッケもする、チャック、あ、そう、ポッケは深い、あ、本当だ、これこの辺までありますよで、チャック付きでしょ、うん、あ、これ買おっかな、はあ、さっきまで大ボスにちょっと聞いてみて、聞いてたら、しかもお値段ですよ、うん、これね、もうこのチルエットがやっぱ海外のなんていうのブランドだから、うんうん、みんな共通だと思うんだけど、うんうん、今流行りね、はい、前ナイキのね、はい、あの ボックスですね、はい、の同じようなショーツをご紹介しましたけど、はい、お値段はもう1万8000とかでしょ。わお、ね、ナイキでその中でしょ、その中で、はい、この人まさかのでしょ、うん、まさかのプライス、うん、7000円台でしょ、うん、安いでしょ、税別だったら6000円台でしょ、うん、ありえない、うん、安い、安いよね、うん、安いですね、買いだよね、うん、って思うよ、これ本当に思う、これ買いだよね、うん、あのね、なんだろうね、なんかアリアスさんだけなんでこんなにいいんだけどさ、うん、あのただこういうあのさ、ここにチャックとかついてないです、うん、よくあるじゃん、だからこれを履いて、なんかラグパンの上に履いてアップとかで使っちゃうとちょっと脱ぐの大変かも、これスパイクみたいな、はいはい、ここは開けられればさ、そういう用途じゃないじゃん、うん、もうもはやライフスタイル用じゃね、これで、そうですね、これちょっと姿らで来ちゃおうかな俺あー、考えてね、まあいいや、プリントがですね入ってます、はい、でこれはまあプリントですけど、はい、こっち側のアリダスロゴがやっぱ24モデルからはこの下のアリダスっていうロゴ、あれが消えました文字がね、はい、もう山だけ3つになってます、はい、でまあこっち入ってます。でですよ、はい、どこで作れるのこれ、急に質問さ、俺はもうチェック済みだから、ベトナム、近いね、びっくりした、よく近く来たの、お隣です、インド、あ、お隣です、隣の人、何でしたっけ、カ、カンボジア、イエス、はいはい、カンボジアさん、なんでこんなクイズとかで言うと、ね、先週また話しちゃうと行ったんですよ、ベトナムね、はい、行ったんですけど、今度もうじゃあ次回どこ行くみたいな話になって、まあ、東南アジアを全部制覇しようみたいな話になって、で、うん、行ってないんですよカンボジア、うーん、で、まあ、プノンペンだと思うんだけど、うん、ちょっと今カンボジア水面下で動き軽く始めている、うん、で来年はちょっとカンボジアかなーなんて思いますね、うん、私があのライフワークで続けてることです。仕事とはあんまり関係あるのかな、みんなのご協力いただいてですね、はい、あの海外の、まあ、東南アジア中心とした、まあ、海外に行ってラグビー普及したりとか、うん、いろんなですね、まあ、現地の問題とかもありますね、そのスラム問題とか、うん、戦争防止問題とか、そういうところに対して、まあ、僕たちでできることを考えてやるっていうのが私の活動なんですよ、はい、でも今回はベトナム行って、まあ、今回はそういうあんまりハードなあれなんだけど、はい、まあ、日本人学校の日本人の子供たちにちょっと遊ぶ場を提供したりとか、うん、遊び方、あとはちょっと郊外の方に行って、ベトナム人の子供たち、いつもサッカー、うん、野球かしかしてない子たちにちょっとラグビーっていうのを教えて、こういうのもあるよなんて教えて、中にはですねラグビーボール欲しいっていう子にユーズドボールあげたりとかしてきましたね、そういうのを続けて何がしたいかというと、その子たちが大きな時にラグビーを知っていただいて、ラグビーっていうのが好きになって、まあ、日本に来てくれてもいいし、続けてくれて代表になったりしたら面白いし、ちょっとラグビー人気っていうのを底上げしようじゃないかということで、有名なこうレジェンドを連れてね、はい、みんなでやっていると、
そういうことでございます。はい、なんかそれと関係あったっけ、これ関係ないの。これは関係ないですね。あ、カンボジアの話だ、カンボジア。関係ありますよね。だから、もしかしたらカンボジア行くときは工場をね、訪ねてみるとか、はい、あるかもしれないですよ、将来、はい。最近増えてますから、カンボジアの工場もね、うん。ちょっと行ってみたいなと思ってます。はい。はい、で、その時のね、これ宣伝になっちゃうんですよ。宣伝っていうか、その時の様子が、YouTube 動画にアップされてるんだけど、俺は宣伝とかしなかったの。現地からただアップしただけなんで、あの、よければ僕のうちのこのチャンネルから行ってもらって、チャンネルリストの中で私の海外ツアーみたいなチャンネルリストがあるんで、よければそっち見ていただけると、その時の様子がね、あの、レジェンドもいっぱい映ってますんで、あの、よろしければ見てみてくださいということが言いたかったんです。はい、すいませんでした、はい、というわけでこれはすごい本当に良い、はい、もうお買い得です、うん、僕は多分買えます、ね、85% ぐらいの使います。残りはですね、15はアンテックス持ってるのとか、いつ置くの、それの一言、冷たい一言で却下されるっていうパターンがあります。たまにですね。はい、皆さん気をつけてください、はい、というわけでこちらはですね、はい、私のじゃあ、私どものウェブショップとか東京店にも売ってますし、姿でも販売する予定でございます、はい、はい、というわけで今日ご紹介したのはこれです。オールブラックス2425モデルの、はい、スウェットロングパンツのご案内でした、はい、よろしければ下も見てみてください、はい、ではバイバイ、バイバイ。